はい。えインドの日本語教師の皆さん、こんにちは。えこのビデオは、国際交流基金、ニューデリー日本文化センターの行動中心アプローチに基づく、日本語教師オンライン研修のビデオです。はい。えー、うん。このビデオは、録画したり、録音したりしても構いませんし、一時停止などをしてくださっても構いません。早送りをしてももちろん構いません。はい。えちょっと待ってくださいね。これ動かしますからね。はい。えー、動かない。 はいはい、えー、動かない。はい、今動いてます。よ、OK、っこれを。はい、この辺にしときましょうね。はい。えー、うん、えー。こっちか。はい。失礼しました。はい。えー、こあの、この今週のビデオの目次はこのようになっております。えー、そして、この、今週の目標はこのようになっておりますが、特に今日はこの一番の 文系シラバスと行動中心アプローチの違いについて説明したいと思います。はい。えー、まず文系シラバスというのは、えー、あるいは構造シラバスと言っても大体同じですけど、えー、言語が出発点になっています。行動中心アプローチは行動が出発点なわけですね。で、文、えー、系シラバスの目標は言語の構造などを知ることです。えー、一方、行動中心アプローチの <laughs>、すいません。 目標は、日本語で何らかの行動ができるようになることですね。そして文系シラバスでは、文系積み上げという、つまり文系を簡単なものからだんだん難しいものに積み上げていくのが中心ですけど、行動中心アプローチでは、螺旋状、スパイラルに少しずつ登っていく、そういうイメージがあります。そして文系練習の、あの、主な教科書としては、 え、オーディオリンガルのみんなの日本語とか、もうこれは50年ぐらい前の考え方ですけど、もうちょっと新しいものとしては、え、コミュニカティブアプローチの元気という教科書もあります。え、行動中心アプローチの教科書としては、できる日本語、それから国際交流基金の丸ごとや彩りなどがあります。え、考え方の違いなんですけど、文系シナバスではですね、この文法が使われるのはどんな場面だろうとか、 この文法を教えたら何ができるようになるだろうと考えますが行動中心アプローチではまず行動に注目してこの行動をするために必要な文法は何だろうと考えますこれが例えばゲームの本だったら解説本と攻略本の違いと言ってもいいです解説本はその,ゲームのそのゲームに関する知識が体系的に書いてあるんですね 開発者たちの紹介とか、主な登場人物とか、マップとか、使えるアイテムの一覧なのかが体系的に書いてあります。一方で攻略本というのは、えー、ゲームをクリアするのが目的なので、そのためにはどんなアイテムが必要で、それがどこに隠されていて、そこにどうやっていけばいいか、そして途中で立ちふさがるモンスターをどう倒せばいいかなどが書いてあります。 えと、またですね、探検家と公開者という例えで考えることもあります。えっ、ー、と、あの、文系シラバスは言語が中心なので、その言語の森ですよね。森をより広くですね、えー、全体を調べる。それが、あの、文系シラバスに、のイメージに近いです。一方で行動中心アプローチでは、 より遠くに行くことが目的です。まっすぐ行くことが目的なので、関係ないところは見ません。なので、寄り道をしない。だから、早く目的地に着くことができるわけですね。一方でですね、あの、こうした違いもあります。文系中心アプローチ、あ、すいません、えっと、文系シラバスの場合は、言語知識が中心なんですね。なので、日本語に関するものしか教科書はありません。 どの教科書でも全部日本語に関するものです。ですから基本的に同じです。しかし行動中心アプローチでは行動はたくさんありますね。例えば、あの、育児のために必要な日本語とか、アニメを見るために必要な日本語とか、ALT、これはアシスタントラングエッジティーチャーですけど、そのために必要な日本語とか、これは全て違いますから、教科書もそれぞれ全く違ったものが必要になってきます。 はい。次のビデオでは、日本語教師の行動リストをご紹介したいと思います。それでは私からは以上です。失礼します。